ね、できて始まりました。できてます。これできてますみたいな感じ。ああ、そういうこと。できてます。できてます。あとは闇です。学部さんの隣に今乗せていただいております。はい。はい。学部さん、川口学部です。なんで落ち着いてんのそんな。ただいま木更津にいます。はい。から東京に。東京に戻るところです、はい、ドライブ的な感覚で、まあ、撮影を先ほどしてきたんですけど、はい、その帰り道に撮らせていただいてます。ドライブ動画的な感じです。まああれだよね、お昼食べたからお腹いっぱいでちょっと。そうなんですよ、眠いんですよ。眠い感じなんだよねきっとね。はい、まったりモードです。まったりモードで今このシートヒーターでめっちゃ温まってるんで余計に眠くなってきて大変です、ね。はい。撮影しなきゃいけないので地獄ですね。いやいやいや、大丈夫。大丈夫です。はい。ちなみにあの海ほたるなんかもありますんで、イデボクのアイスクリームが食べたいとか。ああ、食べたいです。スターバックスに行きたいとか。ああ、いいですね。そういうのが、ね、ご所望されるのであれば、はい、お寄りさせていただくことができます。できますけれども。運転手さんみたいです。お寄りさせていただきましょうか。アイスクリームが食べたいです。ありがとうございます。はい。なんかこう流れ的に俺のおごりみたいな。お願いします。今さっきもすごい美味しい海鮮をごちそうになって、本当にどうもありがとうございます。いつも撮影を付き合っていただいてるんで。いやいや、こちらがじゃない、私がくっついていってる。懐かましく。いや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 。どうですか911は。え、もう音がとにかくやばいよね。ボディエロいよね。ボディがエロいです。まあ、確かにあの911のこうリアフェンダーはめっちゃこう生めかしい感じのね、グラマラス。グラマラスですね、これは。このサイドミラーから見えるのがエロいよね。そうなんですよね。じゃあ音もちょっとだけ皆さんに聞いていただけますか。はい。後ろだけを回してるんですけど、なんか路面が濡れてたりスリップしたりすると前にトルクが配分されて、あ、じゃあその場に応じてというか、そう、対応してトルクを配分している、そんなシステムになっております。すごいハイテクなシステム。ハイテクです、まあ、画面なんかもね全部液晶になってるし。確かに。シフトレバーもないですしね。ないですね、そういうことです。スティックのつまみがすごい多いですね。だからつまみは多いです。つまみが多い、のんべいにはたまんないぐらい。そうですね、そうじゃない。そこそうですねじゃない。でもそこなんか拾うとこじゃないですか先輩。ちょっと突っ込んだ方がいいかもですかね。いや、そうなんですよ。そこを拾って突っ込むとこだったんですけど、餌を投げたけどなんかスルーされたみたいな。乗っていくんで私全部に。いや乗ってなかったじゃん全然。全く乗り遅れてる感じですよ本当に。うまく拾えてないです。頭がまだ回ってないみたいな。だってあの関西人じゃないけど九州人でしょ。だって九州人です。九州人だったらもっとね拾わないと。いや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 苦手ですね。あ、そう。はい、意外とそこなんかこれから強化していくのをさ、佐藤あやみ強化月間としてなんかやった方がいいですか。そうですね、もうちょっと対応できるようにいろんなパターンに、いろんなものをパッて出されたらそれに対応するっていうのを、はい、練習動画で撮った方がいいよ。
例えば目の前にいろんなもの並べておいてザル取ってザルでなんか物ボケするみたいな。物ボケとかやってみたいですね。そうそれね、多分すごい受けるか全く受けないから。絶対受けないですよ私一人でそれやってて。っていうかドライブ動画だったのにこんな話でいいのかって。いやもういいんですよ、雑談ドライブです。雑談ドライブですね。雑談ドライブ、まあ雑談じゃないドライブってのもないと思いますけどね確かにその通りです ね会議ドライブってのもなかなかないと思います。ないですね、なかなか。はい、海ほたる到着です。到着でございます。よいしょ、じゃあここでちょっと、はい、ね、アイスクリームを、アイスクリーム食べてください。はい、そしたら目が覚めます。本当ですか。そしたらなんかもっと眠くなるかもしれないです。拾ってくれてなんかいろいろ面白いことをもっと言う、すごい咲いてる感じですかね。はい、ズバズバって。ちなみにあのあれですよ、はい、あのもし男性とデートするときは、はい、駐車場に車を入れるときに僕みたいに今のように話しながら何も見ずにスッとこう、あバッチリ止まっている、これ重要なんで。重要ですね。はい、何も気にしてなかったですいやもう相手にそう気づかせないうちに止まってる、あーもう止まってるということが、はい、大事ですねそれは。でもはい、あの佐藤あゆみちゃんの、はゆみちゃんのチャンネル見てる女性の方もそういう、うん、あの男がどういう運転するかというところですね。大事です。大事なんでじっくり見てください、はい、そんなどんな話やねんっていういやいや女子トーク、女子トークじゃない、女子トークじゃないデート動画みたいですね。あ、撮ってるとこで撮ってますそう言われるといきなり恥ずかしくなるあ、アイス、わ、タピルもありますよ。え、タピオカアフォガードだって。うわー気になる。え、私これがいいです。タピル、タピル系女子。ちょっと待って、俺何しよう俺の方が女子っぽい。どうしよう、どうしよう、迷っちゃう。どうぞ。タピオカアフォガード。アフォガード、はい、僕はこのアフォガード。普通のアフォガード。はい。見てるんですか。はい。ありがとうございます。アフォガードですね。はい。こちらタピオカです。はい、ありがとうございます。タピオカ。美味しそう。うますいません、来年50です私恥ずかしい。めっちゃ美味しそう。恥ずかしい。アフォガード。いやでもあのここのソフトクリーム美味しいですよ、もともと。濃厚ですか。うん、めっちゃね濃厚なんですよ。相当濃厚だと思います、これは。楽しみ、うん、なんかこう牛乳からできてるなっていう感じがすごい伝わってくるそんな味わいです。父父って感じですか。ザ父。え、なんか今後あれですか、エロ方向行くんですか。いや違います牛の父ですから。背景と合ってます。なんか海が見えてめっちゃいい感じです。すいません、来年50です。エスプレッソの苦味がもうこう絡み合って口の中でふわっと広がります。これタピオカが、はい、います。入ってますね、はい、こちらはなし、タピオカなしバージョンになります。はい、美味しいですねこれ。いや美味しい美味しい。で、ゆでぼくさんおすすめです。では車を洗車時に、はい、レッツゴーします。はい、レッツゴーその動きいつもなんかやってるよね。これドライブ動画の時でいつもずっと回してんだ。回してます、回してます。すげえな。で途中使ってみたいな。へえ。じゃあ基本的に何、無言だったりすることもあるの。ありますあります。全然なんかもうこうやって体だけ乗りながらこうやって運転しながらとか入れたりとか。俺基本的になんかカメラが回ってるともう喋んなきゃいけないっていうなんかこう脅迫観念が、あ、まあ確かにそう出てきますね。確かに永遠に終わらない気がして、ドキドキ怖くなるんですよ。ドキドキループ。
開けるループこのままもう抜け出せないんじゃないかみたいな大丈夫です、大丈夫です、はい、余計な失敗です、はい。でも結構これ長いからですね、ここ長い、そうなのですよね、このトンネルは長い、長いですよね、長いですよね、はい、入り口の見えた瞬間やっとたどり着いたっていう感じがない、もう今日めっちゃ私のビーチは汚いの知ってました、いや汚いなと思った汚いなと思った全然洗車してなくて愛がない、いや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 、たまたまです、韓国行ってたんで、いやいやいや、日数開けてたんで、まあ、大体あの車の自分の車の汚れ具合はパートナーに対する愛情みたいなところ、え、つらい、めっちゃ汚いです、それが普段の多分パートナーがいたとしたらそういう対応なんで、私が相手にね、そうそうそう、え、そんなほっときっぱなし、やばいですね、ダメですね、ちなみに俺の車も切ってないけど一緒じゃないです、好きだけど苦手、好きだけど苦手、なんかこの辺に三角形残る感じで私ちょうど手が届かないからちょうどね、そうなんですよ、家の上に向かって上がってつかないか、あのタイヤの上に乗っかってって足かけて、すごくないですか、そんな技術あるんですか、いやできるだろ、やったことない、本当破れかぶれでやれば、あ、水着で洗車、破れかぶれ、破れかぶれってどういうこと、破れかぶれ、破れた水着ですか、いやいや、おいおい、破れかぶれ、それダメだ、破れかぶれ、でもいいですよね、水着で、夏暑いからですね、水浴び感覚で、すごい炎上してます、確かに、怖いですね、私は抵抗ないんですけど、見てる、そうですよ、でも見てる方の位置が多分抵抗あるんで、毎度してる最後ご飯食べてたレストランで、ちょっと鉄板焼きみたいなところで食べてた、で店入って5分ぐらい何もなくて全く反応がなくて、で5分ぐらい経ったらメニュー、飲み物メニューの、ね、人が来たので、飲み物何になりたいですかってパッと見て、見てる間に、まあ、いなくなって、次いつ来るのかなと思ったらまた5分ぐらいずっと来なくて、自分から呼ぶのもなんだなと思ったし、待ったらようやく来て、ちょっと飲み物ちゃって、飲み物またその出てくるまでちょっと時間かかって、結局15分ぐらい経ったわけ、もうその時点でおじさんイライラしてるから分かる状態で、メニュー、食べ物メニューがその15分ぐらいだった、飲み物と一緒に来たわけ、でもまあじゃあこれねお願いしたの、そっからまた15分何にもなくて、で俺30分経って何もないって絶対ありえないと思って待ってたんだけど、そしたら31分に突き出しっていうかさ、先付けみたいなの持ってきたわけ、でやっと来たわと思って、でもちょっともう相当おじさんイライラしてたから、ちょっとこれもう時間かかるだったらやめたいんですけど、そしたら店の人慌てふためいて、お待ちください、お待ちくださいって言って鉄板焼きじゃん、そしたらシェフみたいな人がいきなり奥から慌てて出てきて、今やりますみたいな感じになって、ああ帰れなくなっちまったよと思って、しょうがないからじゃあそれでじゃあお願いしますって始めてもらったわけ、これシェフは悪いと思ってないわけ、だってなんでかって店が来てるホールの人がさ、そこをコントロールすべきじゃないですか、そうですね、でそもそも8時からしか空いてないって言われて8時に行ったんだけど、それだったら俺だったら8時15分からしか空いてないとか、8時半からしか空いてないって言えばその時点で諦めもついてるし、行って待たされることもないじゃん、確かに、だからこれは店のオペレーションが良くないなと思ってんだけど、俺がちょっとそんなこと言ったもんだから、シェフが慌てちゃってて、鉄板焼きで次々飯出さなきゃいけないじゃん。それが早いんだよ、今度。
え、早すぎだろうと思って食べるスピード追いつかんみたいな。そっちは普通でいい、むしろいいのに、俺がそんなこと言ったばっかりシェフまで焦っちゃって早くなっちゃって、これどうすんだこれと思いながら、そのお肉までたどり着いて、最後ガーリックライスがとご飯どっちがいいですかみたいな感じでガーリックライスにしてもらって、ガーリックライスを食べた時点でまだ最初の料理が出てきてから30分くらい経ってないわけ。で、ああもう本当になんか申し訳ないことしちゃって、別にあの、最初の時にちょっとイラッとしたけども、それ以降は、結構普通に喋ってたわけですよ。はい、で、ああと思って、見たら、シェフが、いや、今回本当すいませんでしたって言って、いや、もう全然そんな、僕は、お店のオペレーションは間違ってると思うけど、シェフの方は別に何にも悪いこともないからっていう話をして、全然そんな気にしないでくださいっていう話をしてたら、いやいやありがとうございます、ところでもしかして YouTube とかでって言われて、いやバレてるって、ずっとバレてたんかーみたいな。うわー最後に来ましたね。うわ、ちょっと長い話でしたけどね、今ね。いや、それ、こういうのありますからね。いや、怖いですね。いつもよく見させていただいてて、ああ、そうですか、いやー、怖い。やっぱそんなことあるんですね。だから、もっとイライラしてたら嫌だなと思ったんだけど、って言われて、いや、友達のことも見てるんですよみたいなことをそのシェフが言ったから、そうですか、じゃあ今度お友達の方に言ってください、この間仕事してたら川口学部来てイライラしてたって言ってくださいって言ってもうそういう言うしかねえだろうと思って、そうですね、そしたら受けてたんだけど、でもそんなことあるんですね。でも私も結構飲食店とかイライラしちゃうタイプなんですよ。あ、本当。すいません、まだ来てないんですけど、みたいな。いや、もう全然います。店員さんの態度がめちゃくちゃ悪い時とか。あるよね。そういう時とかもう私普通に言います。あ、マジ？でも、それを母親に、あんたは、あんたは今はもうダメよって。ダメよって言われて。ねえ、聞いて、佐藤あやみ来たんだけどさ、もう何なのあいつ、すぐイチャムつけるんだけどって言われそう。上からでさ。そう、言われそうだから、結構。気をつけてもいいよ。そうなんです、控えめに。気がついてても言わない人もいるよね。いや、そうなんですよ。そう、それが怖いんですよ。そうですよね。いや、そう考えたらもう何も言えないなじゃないけど、一瞬の対応で全てが決まっちゃうようなところあるからね。ありますね、やっぱ面白いな。そうなんです。ここのあのスタンドはなんと私が、はい、23歳の時にバイトしてた頃から行ってるスタンドなんです。へ、バイトしてたんですかそこで。いや、スタンドではバイトしてないんだけど、この先の左側にモーターマガジン社っていう自動車の雑誌の編集部があって、そこでバイトしてた時にそのスタンドよく使ってたんだけど、最近車洗う時は絶対そこで洗ってもらって、いいですね。ですごい昔からのスタンドなんだけど、すごい綺麗にしてくれるし、まあ、候補者を洗い慣れてるから、安心してお任せできる、そんなスタンドになっております。すごい長年の。お、パトカー入った。本当だ。あのパトカー入ってくるのがすごいです。あ、ここですね、はい、これもあの満タンと洗車を。了解しました。お願いします。今日はこれ溶かしますんで、はい、前の方お願いします。はい、パトカー来てます。なぜかすごいな。パトカーの給油レアです。レアな映像が見れました。パトカーの給油。はい、というわけで今回はラブカーズ TV 川口学さんとポルシェ新型911に乗ってドライブしてみました。いかがだったでしょうか。もうね、すごいゆるい動画になったんですけども、エンディングもね撮ってたはずなんですけど、なんかデータがなくてなんでだろうって感じで、まあそれはちょっとなんでだろうって感じなんですけども、そんな感じで、すごい楽しいドライブになりました。いつもありがとうございます。皆様もご視聴ありがとうございます。よかったら高評価と、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。